ました。今日は早くから神宮球場に来ていただいたサマーズファンの皆さん、こんばんは。Welcome to 神宮スタジアム。サマーズスタジアム DJ パトリックです。そして東京ヤクルトサポーズマスコットつば九郎の登場です。さて、今シーズンもスワローズを残すところレギュラーシーズンで試合はあと5試合となりました。神宮球場では今日の試合に出てあと4試合です。今日はチケットソールドアウトです。たくさんの皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。この試合を、ね、楽しみに来ていただいたスワローズファンの皆さん、ね、もう皆さんの大きな声援、大きな、ね、応援の言葉でスワローズがいい試合を、ね、できるようみんなで盛り上げていきましょう。今日も応援よろしくお願いします。内野スタンド、そしてレフトスタンドの一部も今日はスワローズファンに開放しております。内野スタンド、レフトスタンドからも声援を届けてくださいね。そしてライトスタンド応援の皆さん、今日も力強い応援のリードよろしくお願いします。 Thank you。 今日は中日ドラゴンズを迎えてのゲームとなります。ドラゴンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんばんは。神宮でのドラゴンズを迎えてのラストゲームとなりますね。共に気持ちいい声を送って試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さてスーパーカラービジョンでもご紹介していきますが、本日の試合はヤクルト BN 成長役ファイターでお送りしていきます。ヤクルト BN 成長役は生きたまま腸まで届き、腸内環境を広い範囲で整えるお薬です。お腹の張りや便秘、軟便でお悩みの方におすすめします。ヤクルト BN 成長薬はお近くのドラッグストア、薬局、薬店でどうぞお買い求めください。そしてこの後17時52分頃からは8月のライフ生命月間 MVP 賞に輝きましたデイビッド・ブキャナン投手の表彰式がありますので、皆さんどうぞご注目ください。そして試合終了後には畠山和弘選手、そして畠山翔平選手の引退セレモニーがあります。皆さんどうぞ最後までお付き合いお願いします。それではエンジンから戻ってきたつば九郎、はい、ではスターティングラインナップ発表前につば九郎の種目いきますよ。スーパーカラビジョンツーマン、はい、今日は畠畠の最後の試合です。畠山投手、畠山選手のラストゲームとなります。2人とも長い間一緒に戦ってきた仲間です。でもお二人よりもつば九郎の方が長いんですよ、先輩なんですよね。試合に勝って笑顔で送り出したいですね。その通りです。みんなの気持ちは一つです。最後にいつものをやっちゃいましょう。あれ行きますか、つば九郎得意な、こんな立山翔平は嫌だ。おっと今ウォーミングアップ聞いていただいてますかね。あ、聞いていただいてます。明日から名前が横山になる。あれ、あんまり受けてませんけど大丈夫ですか。縦と横、あ、説明しなくてわかりますね。はい、先発なのでこの辺にして、はい、こんな畠山和弘は嫌だ。畠山投手、ウォーミングアップしながら練習が大好きだ。早出祈り練習欠かさない。お酒、ギャンブル一切やらない。今日の打席、大泣きで打席に立つ。いつも笑顔が絶えない畠山選手ですけどね。そんな2人が大好きです。パトロール待ってます。スタジオから愛のこもったメッセージでした。どうもありがとうございました。もっとちょっと気になりますね。とにかく2人の姿をね、今日もみんな目に焼き付けましょう。お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりセントラルリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ第24回戦の予定スターティングラインナップとアンパイアをお知らせいたします。
成功のドラゴンズ。1番センター大島。1番センター大島背番号8。2番ショート京田。2番ショート京田背番号1。3番レフト福田。3番レフト福田背番号55。4番ファーストビシエド。4番ファーストビシエド背番号66。5番サード高橋。5番サード高橋背番号3。6番セカンド阿部。6番セカンド阿部背番号5。7番ライト平田。7番ライト平田背番号6。8番キャッチャー木下拓也。8番キャッチャー木下背番号35。9番ピッチャー柳。9番ピッチャー柳背番号17。東京ヤクルト総合スターティングラインナップの発表です。さあみんな準備は OK かな。 Here we go。 東京ヤクルト総合スターティングラインナップ。1番ライト塩見泰隆背番号9。
レイジングメンバーはスーパーカラービジョンでどうぞご確認ください。